また教頭に怒られました。いい加減にしなさい。次に何か問題を起こしたらただじゃ起きませんよ。とほほ、私は悪くないんですよ。毎回毎回あのクソガキどもが私の邪魔をするからなのに。ああ、イライラする。おや、キジヌマくんが拾ってきた石ですかね。まったく、こんなゴミを持ってきて、教室はゴミ箱じゃありませんよ。よいしょっと、私が捨てといてあげましょう。あ、ポイッと、ぬほほほほ。いやー、ドッジボール最高だったな。デラックスが休みだったのが残念だったぜ。デラックススーパーショット見たかったな。いや、そんなのないから。またどっちしたい？およ？あれ？トコタンの石がない。お、石ってあれが？トコタンが大事に集めてるやつ。そう。どこかに落っことしちゃったとか？ここに置いといたはずなんだけどな。ぬほほ、早速気づきましたね。私が処分してあげたことを感謝してほしいものです。ぬほほ。なあ、うふん、キジヌマくん、その石は私が代わりにですね。ああ、トコタンの100万円の石が。え？100万円！生徒の私物を勝手に捨てちゃってごまかす先生の末路。100万円って一体ゼロがいくつつくんだよ。6つだよ。で、そんなこと言ってる場合じゃないよ、ヒロ。そんな高価なものがなくなっちゃうなんて大変なことだよ。あれ、どうしましょう。まさかあれが100万円なんて馬鹿げた石だったなんて。まあ、世界的大企業のキジヌマコーポレーションのご子息ならあり得るか。すぐに返さなければ。次に何か起こしたらただじゃ起きませんよ。そうでした、教頭にあんなことを言われたばかりなのでした。私が石を捨てたことがバレたら大事になって教頭の耳に入ってしまいます。ここは何とかしてごまかしてこっそり返さねば。トコタンの石が。おや、皆さんどうしたんですか、そんなに騒いで。茂雄先生、実はトコタンの大事にしていた石がなくなっちゃって。なんですって。それは大変ですね。あ、そうだ、きっと外から鳥でもやってきて石をくわえて飛んでいってしまったのでしょう。きっとそうです。そうに違いありません。先生、それはありえません。なんでそんなことがわかるんですか、犬間くん。教室の戸締まりは学級委員長の僕がしっかりやっていますから。窓の閉め忘れもチェックしています。なので、そもそも鳥が入ってくることはありえません。なるほど、さすがは犬間くんですね。偉いですね。このごまかしはダメか。トコタンの石が。じゃあきっと泥棒ですよ。たまたま学校に来た泥棒が石を盗んでいったんです。ああ、恐ろしい。こんな昼間から学校に泥棒しに来るやつなんていんのか。確かに。普段はバカのくせに、なんでこんな時だけ気づくんですか。ま、そんな泥棒がいたらヒーローの俺に任せろ。俺が捕まえてやるぜ。そういえば、僕たちより先に教室にいたのは茂雄先生だけでしたよね。まさかとは思いますけど、茂雄先生が。え、そうなのか。茂雄先生、トコタンの大事な石取ったの。違いますよ、言いがかりはよしてください。私じゃありません。だいたいそんな高価なものを学校に持ってきて置いておく方が悪いんじゃないんですか。何逆切れしてんだ。白状しろ、茂雄。しろ。一体何の騒ぎですか。教室の外まで聞こえていますよ。あ、教頭先生、実はトコタンの100万円の石がなくなってしまって。100万円の石。教頭先生。教頭先生にはショックすぎる金額だったみたいだな。ともかく、茂雄先生、他のクラスの子もいますので、あまり騒がしくしないでください。先ほども注意しましたが、その100万円の石を、もし茂雄先生がなくしたのなら責任を取ってもらいますからね。いや、私は。いいですね。はい。茂雄先生、何か知っているんだったら教えてくれませんか。知りません。私は何も知りませんよ。怪しいな。じゃあもうこうするしかねえな。トコタン、茂雄の嘘を見抜くアイテム作ってくれ。え、そんなものトコタンでもすぐに作れるわけ。できたよ。できた。でん、ドキドキ嘘発見機マックス。嘘をついているとお目目が光るよ。まずい、嘘発見機なんて使われたら。茂雄先生はトコタンの石を取っちゃいましたか。いいえ。取り調べ中。
チーン。あれ光ってねえぞ。茂雄先生撮ってないみたい。だから言ったでしょ、私は盗んでなんかいません。助かった。私は盗んだわけではなく捨てたから引っかからなかったのでしょうか。すいません疑ってしまって。私を疑うなんてひどいもんです。私は心が広いので今回は許してあげますけどね。まあ普段の茂雄の行いからすると疑いたくなるよな。先生をつけなさい。先生を。ほらあなたたち次は教室移動でしょ、さっさと移動しなさい。はい。よし今のうちです。次の時間の間に石を回収して元に戻せば大丈夫です。なあ全く生きた心地がしませんでしたよ。とほほ。確かこの辺りに、あれないですね。あ、そうか、首収集の時間か。まあまずいですよ、このままでは100万円の石が連れ去られてしまいます。その収集者待った。そしてダメでした。大人になってから一番全力で走りましたが、さすがに車には追いつけません。もう諦めてしまいましょうか。いや、さっきはなんとかごまかせましたが、あいつらのことですから、いずれは私が石を捨てたことを見抜くはず。このまま石が回収できなかったら、私は100万円の弁償を。私は諦めませんよ。あ、見つかんねえな。あ、トコタンの100万円の石が本当にどこ行っちゃったんだろうね。まったくとんでもない目にあったデラ。あれ、デラックスじゃん。今日は休みじゃなかったの？お腹が痛いからお休みにしてもらったんデラけど、元気になったからパパに学校に行けって言われてきたデラ。治ったのか、よかったなデラックス。全然良くないデラ、今日は最悪の一日デラ。さっき学校に向かいながらおにぎりを食べていたデラ。そしたら急に横を通った車から石が飛んできて、オイラのおにぎりに刺さっちゃったんデラよ。ほら見るデラ。あ、トコタンの石。デラ本当に？でもなんでデラックスのおにぎりに石が？そんなのオイラが聞きたいデラ。まったく最悪の一日デラ。まあまあ、デラックスのおにぎりの犠牲で100万円の石が戻ってきてよかったぜ。ありがとうなデラックス。ありがとうデラタン。デラよくわかんないけど、オイラが偉いってことデラ。それにしてもトコタン、100万円の石なんてどこで買ったの？買ってないよ、トコタンが拾ったの。ん？どういうこと？この前川で拾ったの。とってもキラキラさんだったから、トコタンにとっては100万円の石。なるほど、つまり実際にはただの石ってこと？うん。はぁ、100万円がなくなったと思って心配したよ。まあまあ葵、トコタンにとってはそれくらい大事な石だったってことだろ。何はともあれ見つかってよかったな、トコタン。うん。一方その頃。絶対に諦めませんよ。出てこい100万円の石。